一応今回ですね、はい、まあ、こういった形でチュートリアルずっと左の上に出てると思いますし、はい、こういうあのウィンドウでですね、まあ、マニュアル見なくても基本的にこのプレーをしていただければ、はいはい、ある程度の操作は一通り分かるかなというようなものが今回のチュートリアルになっています、はいはい、何が起きた。で、ストーリー的にはですね、これはチュートリアルなんで架空のゲームならではのストーリーっていうか、シチュエーションで、はい、まあ、あの、まあ、実際夢の中だったみたいなことになるんですけども、はい、ある程度育ったガッツをここで、はい、基本操作を学びながら、はい、ある程度ここまで、ガッツを育てるとここまで強くなって気持ちよく遊べるよっていうところを、はい、ここで体験していただくようなチュートリアルになってます。なるほど、はい、あ、そして敵が早速出てきましたね。そうですね、はい、これ、初期のところを模したような感じになってますけれども、まあ、最初は当然黄金時代編から始まってるので、はい、ガッツもそれなりの人だし、うん、相手も人、はい、人対人なんですけれども、はい、まあ、この初期が終わった後に、はい、まあ、こういった形でおどろおどろしいステージとかも、はい、まあ、原作通りなんですけども出てくるというところで、はい、その時代編によってその敵もやっぱり変わってくるわけですね。そうですね、黒い剣士の状態のガッツですね、はい、うんうん、まあ、この前この後一面の時はまた、はい、最初の本当初期のガッツに戻るんですけど、はい、この黒い剣士になった後のガッツですね、はい、うん、一面の時はまだもう多分入る前のっていうことですね。そうですね、はい、そうです、うんうん、ちょうどまだ傭兵時代のところから始まることになります、はい、もう最初のステージからこうちょっとおどろおどろしても出てます ね、 でもやっぱりこういう、うん、はい、バイオレンスというかこういうダークファンタジー的なところが やはりベルセルクといえばここかなというところで、はい、ステージに関してちょっといろいろ考えたんですけど、うん、やっぱりここを最初に味わってもらって、はい、ベルセルクらしさをこう体感してもらった方がいいかなと思ってこういう風にしてます、はい、うんうん、で今ですね、はい、いろいろこう多分喋りながら狂乱モードとか、はい、いろいろ吹っ飛ばしてきてますけど、はい、今回必殺技のやり方が少し変わってまして、はいはいはい、で今 1っていう左下のゲージのところが溜まってますけども、はい、そうです、あれがですね、はい、今、狂乱モードが発動されまして、はい、狂乱モードを発動すると、はい、一定時間ゲージがある時間ですね、はい、強くなって、はい、敵を、一網打尽にできるっていうようなのが今回の必殺技というか、はい、1段階目の必殺技を使った時の、はい、モードということになります。なるほど、なるほど、このそれが狂乱モードですね、はい、そうですで、この後はちょっとまた、はい、狂乱モード中に必殺技が打てるようになるので、はい、この後ですね、はい、ちょっと本当だったらここに左下に刀的な、ゲージがあるはずなんですけれども、はい、今チュートリアルなんでまずはそこは隠しておこう、段階的に今やり方を教えてるということです、はい、基本の攻撃ということですね、はい、で上は自分の体力ゲージですね、はいはい、あ、キャスカが、そうですね、はい、ちょっと捉えられてるシチュエーションでと、はい、でまたミッション的には、まあ、狂乱モードを発動してということで、はいはい、お、必殺技ゲージ残壊出てきましたね。で狂乱モード発動中に今左下に刀的なゲージが出ましたけど、はい、あれが、はい、溜まると、はい、必殺技が打てます。なるほど、結構今すぐ溜まりますよ。そうですね、はい、白い魂みたいなのを集めると、はい、打てるようになりますね。なるほど、今丸ボタンを押して必殺 技を発動してますけれども、こういった形で一網打尽できると、はい、で、いっぱい倒して、ね、今回面白いところはですね、この狂乱ゲージがあるうちは、はい、何度も何度も必殺技がすぐ溜まるようになっていて、何度も何度もすぐ発動できるので、敵がたくさんいるところで狂乱モードを発動して必殺技で倒せればまたすぐ必殺技が打ててという連鎖をで、こう本当に今までの中では非常にたくさんの敵を一網打尽の必殺技の中でできるっていうのが今回 の、 システムの売りの一つですね。そんなところを這いずり回っているのかっていうのが大体こう、はい、まあ無双ご存知の方、じゃあ早速ちょっと行ってみてもらって行っちゃいますか、うん、はい、そうだね、で丸押しと、そうですね、こういう形でここから始まるんですね。そうですね、このガッツから始まります、はい、まだ剣もね少し
はい、で、そうですね、これが 本来での一面、はい、多分まあどこにも出してないやつなんですけれども、まああのバズーソが出てくるところなので、はいはい、まあ、今日はですね、まあ、こんなところでいいんだっけ、かわいい、こんなところでいいんだよね、はい、こんなところで、はい、どんなバズーソが出るのかお楽しみにと、はい、ということとかですね、はい、セロ D で発売にこぎつけられたので、はい、ぜひ楽しみに待っていただきたいと思います、はい、さあ、と言ってる間にゾットでのプレイが始まってましたね。かわいい、さらっと始めた、いや、ちょっと待ってください、いいですよっていうまでは、はい、待ってほしかった、あ、待ってほしかった、じゃあもう始めちゃいます、ね、じゃあお願いします、はい。これフリーモードだからフリーの面なのかな、あ、フリーモードです、そうね、で今回そうですね、ストーリーは基本的にガッツで進めるものになってるんですけれども、はい、ちゃんとフリーモードでこういった、はい、増えたキャラクターでいろいろ遊べる、はい、モードも用意してますので、まあ、ぜひ好きなキャラクターはこういうところで遊んでいただければと思います。さっきね、こうちょっと規定がっていう話出てましたけど、血がリアル、すごい生々しいですね。そうですね、はい、ちょっとこの前にもアニメタイトル作ってたんですけども、やっぱりベルセルクっていうこともあって、はい、やっぱりもうちょっと、アニメよりはリアルな方を寄せたいなということで、はい、結構でしかも PS4 をベースで作ろうということでやったら、はい、まあ、いろいろ問題が起きていやでも原作ファンの方からしたらやっぱこれぐらいじゃないと、やっぱりこれぐらいないとちょっと、うん、いや、ね、やる意味もなくなっちゃうのでなかなか結構本当苦労はしました。いや、血まみれですよもう、ね、左のとこにサブウェポンとかもありますし、はい、まあ、レバー左右、十字キー左右で選んでとかって、はい、使ったりするんですけども、これゾットでのこう実機プレイしながらの映像っていうのは初めてですよね。これは初めてですかね。あれ、そうですね、今R2 ボタンで変身してると思います。はい、ごめんなさい、早かったですか。あ、いいよいいよ、大丈夫合わせるから大丈夫。 ありがとうございます。で、必殺技は打たないの、大丈夫、戻してる。あ、ごめんなさい、うん、で、さっきの狂乱ゲージ貯めて、はい、狂乱モードにして、それで、はい、変身することができて、狂乱モードになった時に、そう、それで R と変身して、はいはい、変身の必殺技もあるし、人型の必殺技もあるので、ちょっとそれをこの後技があるんですね、はい、ディレクターが失敗しなければ見れると思います。なるほど、河合さん頑張ります。で、今狂乱のモードになって変身して、で、これで敵を倒して、左下の必殺剣みたいなところで必殺技ゲージを貯めて、はい、はまりましたと。で、それで、丸ボタンを押すと必殺技が打てるってことになります。おー、ごめんなさい、ちょっとで、はい、相変わらず下手なので、ちょっといろいろ、ちょっと川合さん頑張って、川合さんそうですね、本来であればこんな感じの必殺技になるということですね。すごい、はい、これもう本当ゾット無双じゃないですか。そうですね、はい、相手にすると結構嫌なやつなんですけど、はい、自分で使うと結構、はい、まあ、かなり気持ちいいっていう、いやいや、めちゃめちゃ気持ちいいですよね、これゾットの気持ちがすごいわかるみたいな感じで、はい、河合さん、これ実際にプレイしててどうですか、やっぱ爽快感、超気持ちいい、超気持ちいいですよね。ですよね。で、はい、まあ、でも基本はこういう形で、まあ、ゾットに関しても、はい、育てていくとここまで強くなって、はい、気持ちよく敵をそう、はい、一網打尽にできますので、キャラクターも同じようにです、まあ、シール系だったら魔法が打てたりとか、はい、いろいろで、サブウェポンに関しても、はい、魔法彼の場合とかシール系の場合とかも、みんなグリフィスの場合とかもいろいろこう、はい、キャラによって違いがあってですね、はい、それを使うとですね、はい、そのこのキャラだったらこんな攻撃とかこんな動きするよなみたいなところが味わえますので、はい、ぜひいろんなキャラクターを育てて遊んでいただきたいなと。必殺のキャラクターらしさが出てる技になってるってことですか。そうですね、そういう技になるような、はい、形をというかアクションを作ってます。なるほど。で、これは、はい、すごい、もうひとたまりもない、で飛んでいくみたいな。うわ、これ気持ちよさそう、すごいですね、これ。ちょっとね、本当に強いんです、本当に強いですよね
いやグラフィックがやっぱすごいですね。そうですね、結構あちょうどバトルインになりましたっていうぐらい気持ちよいっていうのは、はい、ここら辺はいつもあの無双シリーズやられてる方はよく見てる画面だと思うんですけども、はい、今回ですね東京ゲームショーバージョンはですね当然主人公のガッツが遊べるバージョンにしてます。はい、先ほどあの8人ほどプレイアブルキャラクターが最終的にはいるんですけれども、はい、やっぱり基本的には主人公のガッツで物語を進めてきますので、うん、まあ、こちらの方をプレイしていただこうということでもお持ちしています。うわで左のところにこういった形でですねあの、通常攻撃四角で三角チャージっていうのは、まあ、いつも無双やってる方では、はい、あの、ある程度ついてこれるあの仕様になってますんで、はい、あとはこういうヘルプメッセージ出てますんでそれを見ながらですね、ゲームは進めていただければ特にあの初無双をやる人でも大丈夫かなとは思ってます。やっぱこの切った時の音だったりとか、はい、それからエフェクトとかが普段の無双とちょっと違いますね。そうですね、こちらの方もあの使徒が現れてちょっとあの、はい、もう本当にダークのあのなんだろうなあのまあ、グロの方のステージの方まで来ているので、はい、なんでこういうちょっとあの、ビジュアルもですねちょっとあの暗い感じのダークの感じになっているというのがあります。わかりました、はい、さあ今狂乱モードと狂乱レベルっていうのが出てますね。そうですね、あの狂乱モードはですね今回 丸ボタンがいつも必殺だと思うんですけども丸ボタンを押すとですねゲージが溜まって丸ボタンを押すと狂乱モードに入ります。でそこで敵を倒して必殺技ゲージが刀の左の、剣みたいなところ、はい、オレンジの色のが溜まってるんですけども画面左下ですね、そうですね、はい、これを溜めてマックスになると必殺技が打てる、それがいつもの必殺技になりますね。ほう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 。でこのシナリオは東京ゲームショーオリジナルシナリオなんで、ゲームの中には入ってないです。ああそうなんですね、あこれゲームショーだけなんですね。そうです、なるほど、既存のシナリオをちょっとこれ用に改変してきましたんでちょっとあの原作の中ではないんですけども一応、まあ、あのアクションの雰囲気を楽しんでいただこうということで、このバージョンをお持ちしています。今撃ってるのは、ボウガンだったり、あの、ナイフとか大砲、まあ、よく、ね、この必殺技的な大砲とかも撃てますんで、ある程度こうガッツのなんだろうな体感というか体験はできるのかなと思ってます、はい、割とその辺はもちろん戦略的にもあるでしょうし、それからプレイヤーの自己満じゃないですけれども、ね、自分の好きなガッツ倒し方みたいなのね、自分がガッツをどう演じさせたいかっていうところはこういったところで楽しんでいただければいいのかなとは思ってます、うん、なるほどなるほど、わかりました。で今また、ピューランモードに入って、はい、で敵を出すと白い玉みたいなのが集まってくるんですけどそれで狂乱ゲージがねあの溜まります。うんうんうん、なるほどなるほど、必殺技ゲージがでそれで今溜まってますんでこれで丸ボタンを押すと必殺技が打てます。で狂乱ゲージはですね5レベルまで上がるのと狂乱ゲージがある限りは何度も何度も貯めてまた必殺技を打てますんで、はい、そこは気持ちよくまた打てるでしょ今。いやーあまた溜まった、だから敵がいっぱいいれば何度も何度も打ってっていうのを繰り返すのですごいここら辺は気持ちいいシステムなんじゃないかなと思ってます。これは気持ちいいっすね。で今回やっぱりベルセルクなんでこういった形でですねあの、まあ、ゾットをはじめですね大ボスは結構出ますので、まあ、そこら辺をあのどう倒していくかっていうのは、まあ、先ほどのサブウェブの中使いながら、はい、あね、あの遊んでいただきたいなと思いますね。そうですね、やっぱこの辺原作読んでる方だったら原作にこう近い感じで倒そうとかそういうのもできますし ね、 すね、いろんなことができますよね、はい、にしてもキモいなこれ。やっぱこの辺もやっぱ普通の武装だったらありえない敵ですもんね当然ですけれども結構ねあのそうだね、人間じゃないのを敵にしてるって感じなのでそうですね、これはなかなかいいですね。で今、狂乱ゲージ使ってる最中で必殺技を打てるのかな、うん、うお、危ねで、ゲージとかも今こいつは2つゲージ持ったりしますんで、まあ、強いやつほどゲージいっぱい持っててっていうような感じです。なるほど、やっぱこの辺の敵のその攻撃
方法とかもやっぱりちゃんと原作のあれですもんね。そうですね、ねショットとかだったら突っ込んできますし、そこら辺は原作の、まあ、アニメとか原作の動きを見ながら、アクションの方は考えて作ってることになります。なるほど。ああ敵も血まみれになるんだなとかそういうコメントもありますけど、やっぱりちゃんと攻撃を受けてダメージを受けるとそれがこうあの血として現れたりしてるってことですよね。そうですね、ちょっと、表現に関しては結構、まあ、先ほども言いましたけど結構苦労したんで、はい、そこら辺はうまく楽しんでいただきたいなと思います。いろいろやりすぎて怒られちゃった時もあったんで怒られたんですね。そう、あのダメですって言われてまあ、とはいえベルセルクですからね、やっぱりギリギリを攻めないと。そうですよ、ただ、はい、そうなんですよ、あの いたずらになんかグロックしたわけじゃなくて、はい、やっぱりベルセルクを表現するにあたってこうだからっていうので、うん、我々としてはやっぱりその原作ファンが喜ぶ形にしたかったので そこは結構時間結果かかっちゃったって感じですね、はい、でもそうですね、やっぱりベルセルクでそんなにこうグロックもないしエロくもないしだったら、いやベルセルクじゃないじゃんって。そうなんですよ、普通なりますよね、はい、やっぱりね。あ、ひよった今危なかったですか、大丈夫ですか。大丈夫、はい。お、解放。意外にこの時間であのまた打てるようになるんですけど、はい、このサブウェポンのやっぱ対応はなんか使えるんですね。あ、そうですね、今のやっぱでかいですね。最初から覚えてるわけじゃなくてだんだん覚えていくんですけど。あ、なるほどなるほどなるほど。であと今回ちょっと味わえないんだけど、あの黒い剣士にも後半慣れたりしますんで、はい、そうなるとまた、ガッツがですね、そう今ちょっとモッサイチが重い動きしてると思うんですけど、まあ、はい、ガッツなん で黒い剣士になるとものすごい速さで、はい、もうスピードが上がり、スピードがあって、スピードが上がりみたいな、そうですね、高速アクションを広げるので、その差っていうのもね、うん、あのぜひやり込んで楽しんでいただきたいなと思います。いいですね、まあ、もう当然その辺もちゃんとフォローしてるというか作り込んでるっていうことですねでも結構ボスやっぱちゃんとボスしてますね。 ありがとうございます、ね、あの全然割とこれ手強いですね。手強いしね、結構ねじっくり見ると結構ねグロいんです。グロいっていうかね気持ち悪い自分で言うのもなんだけど気持ち悪い、まあ、気持ち悪いが褒め言葉ですけれどもベルセルクの場合は。そうやっぱ PS4 のクオリティにしていくとやっぱり結構グロね、あの生々しさが出るなって思いました。出ますね、今倒しましたね。必殺技じゃなくてサブウェポンで倒したでしょ今サブウェポンで倒そうとしたら倒しきれなかった。けどどうしよう、これでどうしよう、下手だったらぜひよろしくお願いします。ちょっと寄りますね、これ、はい、私ちょっと気づいたことがあるんですけど、はい、あの結構キャスカさんが、まあ、スピードタイプの、うわかっこいい、スピードタイプの子で、このチャージ攻撃っていうのが三角でできるんですけど、はい、その三角を出した瞬間にバツのこのステップを使うとチャージ攻撃がキャンセルできる。キャンセルできます、はい、結構慣れてくると、はい、そこら辺使うとですね、あのさらにスピーディーな、かなりスピーディー、キャスカがそのスピードタイプだと思うんで、またそれでスピーディーになる、はい、なんか武装シリーズの中でも、はい、結構血しぶきが、そうなんですよ、すごくリアルで、いやベルセルクと血はもうなんかの、はい、そうですよね、ね、はい、なんか世界観を表すのに大事なものなので、あ、武将出てきた、武将じゃねえな、将軍かな武将って言っちゃうよね、武将って言っちゃうねちょっとそこら辺に行きましょうか、チューダー、はい、チューダー隊長、はい、これ、あ、これ、R3 押し込みでロックしますちゃんとずっと見ててくれますね。そうですね、はい、あの手加減はしない、はい、はい、R3 が効くようになりますんで、はい、コンボの下のところに R3 のマーカーがついてますんで、そこを見て今ロックオン中なのかどうかは、はい、でその左右下にあるのがボーガンが、あのサブウェポン、あ、これですね、はい、サブウェポンは十字キーで変えられて、はい、R1 だったかな、これ今のは、これは多分速く走るやつかな。そうです、あの、ね、はい、必ずあのサブウェポンがあの必ず攻撃ってわけではなくて、はい、こういった形であの一定期間、まあ、ボーガンだったりスキルを上げるようなやつとかもあります、はい、それはキャラによって、はい、あの異なってますので、キャラごとにあのいろいろ楽しんでいただければと思います、はい、これ今キャスカの武器は
これは多分細い、そうですね、剣かな。 でも多分これ、はい、キャスカだからこれだけ速い動きしてると思うんですけど、多分ゾットとかガッツとかになると一発一発が重いけど全然動けないっていう風になると思うんで、また全然戦略が変わると思います。あのびっくりマークのところに行けばいいのかな。そうです、多分それミッションですよね。えほえほ、体調倒せ的な。昨日一昨日か、一昨日ゾットはやったんですけど、はい、ゾットは人型とあの変身した後も遊べるので、そうですよね、なんか本当にただただ人間を蹂躙してるっていう。でもゾットのプレイはすごかったですよ。ゾットはなんかあの、はい、使徒になるじゃないですか、あれがなんか画面の半分ぐらいを覆い尽くすんですよね。変身そんなに、そんなにすごいでかいの。マジでそりゃ無双だな。で、ね、最初ゾットは馬に乗って始まるんですけど、はい、馬かわいそうってなるぐらいのデカさ。重いよまあこんな感じで、なんかダメなんです、私本当ゲームしだすと、なんか解説しながらいつの間にか黙ってる。いやでもすごいよね、ちゃんと解説していただきながらプレイしていただいて本当にありがとうございます。で今あの丸ボタンを押して狂乱モードが発動しているところ で、はいはい、でそれでもう一回丸、今左下にあの溜まってましたので丸を押すと必殺技で、ダダ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 ダ、かっこいい。中段編集がいっぱい、必殺技もキャラクターによって違うので、はい、まあ、キャラクターいろいろ変えながら楽しんでいただければと思います、はい、あとやっぱりこの四角が通常攻撃なんですけど、通常攻撃を何回出した後に三角のチャージ攻撃を出すかで全然攻撃が違うのも面白いですよね。どこで三角に切り替えるかみたいなところがすごい面白いなと思います。あと今回チャージはためとかもあるので、はい、そこら辺うまく、あ、そうなんだ、はい、ブーソルトしたかっこいい、かっこいい、はいね、かっこいい、かっこいい、かっこいいね、ありがとう私じゃないけど、めっちゃ喜んでる照れちゃうな、ちょろいやん、照れちゃうなどうよ、ひろき、結構蹴りとかもつんだね、ね、そうなの、そうなの、意外と武闘派な感じで、今回は多分この使ってるののレベルが初めから上がってるから攻撃が結構長々とできるけど、ね、これをね、また一から育てるのが楽しいんですよ、はい、愛着が湧いて、うん、さあひよっち、まあ、キャスカだと当然あの使徒とは本来戦わないんですけど、まあ、ゲームなんで、はい、あのフリーモードとか、はい、フリー合戦とか入っていけばそういうのもやれるので、はい、まあ、そこら辺はゲームならではじゃないかなと思います ね、はい、すね、なんかこうやってちょっとサブでピピンとか出てるとなんかこう、ね、原作ファンの方すごいなんかあってなるよね、ちょっとほろっとする嬉しいってなるよね、うん、ピピンが守ってくれてるっても、あらかたいなくなりましたね。ね、F4、 F4、 さすがですね、いきなりさん、やっぱでもスムーズですね。本当ですか、はい、ありがとうございます。拠点兵長倒して、兵長倒すで、はい、私も拠点兵長倒す派。確かね、近接格闘術っていうのがあって、へー、あ、本当だ、つかめた、こんな感じ、あ、すごい、あ、かっこいいな、使いこなしてらっしゃいますね、かなり余裕があります、はいはい、今の拠点兵長ちょっと幸せだねそうだね、ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます、天国へ行きますって感じだね、あとやっぱりこのベルセルクらしいちゃんと血しぶきがあって、ちょっと ね、そういうところが綺麗じゃないところがここはでもやっぱ小犬さんとしてもこうベルセルクだったらやっぱこのぐらい血は、そうですね、バイオレンス表現というのはやっぱり国内だけじゃなくて海外の方にも、はい、うん、ベルセルクどうなんだバイオレンスはって言われるぐらい、やっぱりそこはユーザーさんは大事にしてほしいところを見たくてですね、はい、で我々としても、まあ、あの、はい、国内で出せる、まあ、ギリギリのところを狙ってということで、はい、まあ、セロディながらもなかなかベルセルクらしさは残せたんじゃないかなとは思ってます、はい、ありがとうございます、嬉しいよね、かなりファンとしては嬉しい、うん、スタイリッシュで気持ちいいですね、うん、隣でご覧になってて日笠さんはプレイしたくなってきませんか、やっぱ見てると。いや、プレイしたいに決まってるじゃないですか何を言ってるんです、そうですよね、いや、このゲーム、このゲーム一人用なんだ、はい、いや、いいじゃん、いいじゃん、ちょっといいじゃん、ちょっと、それをこっちに移すだけだよ、しょうがない、しょうがないなぁ、行くで、行くで、行くで、オンマ無双、オンマ無双、パルネーゼいる、パルネーゼいる、パルネーゼ、探して、パルネーゼいる、ずいぶん、ずいぶん、なんか人ならざる者と戦ってるね、あ、もう、あの、キャスカの時は人だったけど、はい、こっちはもう、こっちの方はもう、そうだね、そうですね、そうですね、はい、あ、いた、見える、いた、パルネーゼ見える、うん、見える、あそこだよ、あそこ、ここ、ほら、あどっか行ったよ、どっか行ったよ、どっか行ったよ
セルチコ使ってファルネーゼが倒れないように護衛していくという形を取ってくれれば、はいはい、このストシナリオは成功となります。なるほど。ファルネーゼを髪短かった。もう短かったね。短かったね。先行ってますからついてってください。ファルネーゼもう行っちゃった？行っちゃった？いや後ろにいたよ。ファルネーゼまだ後ろにいました今。後ろにいたよ。みんなファルネーゼを見るのと戦いのシーン見るのどっちがいい？ファルネーゼだよね。どっちもどっちもどっちも。じゃあ行きましょうか行きましょうか。私拠点は潰していくタイプです。私も私もお二人とも地道に拠点兵長は倒していくタイプの。じわ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 右のところのマップの緑色が、はい、多分ファルネーゼなのでそこをファルネーゼとずいぶん離れてるよ、はい、ファルネーゼを守らなきゃいけないんです。あの緑の四角置いてこもあいつ遅いよおい本人拠点の拠点兵長と戦ってたんだね。そうだね。でも拠点兵長を潰していけば、はい、自然と多分ついてくると思いますので、あとね、そうこのね戦ってるうちにね剣が血塗られていくのがかなり。ああ本当だ。そう私これ大好きよ。かっこいいよピコちゃん。じゃあ私もなんかボウガンとか使ってみようかな。あいいねいいね。こうやってこうこうやってこ こうあ間違えた今強化で、はい、強化いよいよ強いよ強に使ってしまった。狂乱モードの間にこうたくさん倒してあの白い弾をあの吸収すると、うんうんうん、あのどんどんこの左下のゲージが溜まって。あーそういうことか。ボウガンを使うとちょこれでまた丸を押すと、はい、あの必殺技が打てるんですが、はい、まだ今ちょっと狂乱モード終わってしまったのでまた次狂乱モード発動して、はい、すぐ丸を押せば必殺技になります。かっこいい。ほら隣にファルネーゼいるよ。ファルネーゼいるよ。みんなファルネーゼいるよ。ファルネーゼ好き。私は好き自問自答自問自答じゃねえか。いやでもなんかトロールと戦ってるとなんか、ね、ちょっと不思議な気持ちになります ね。無双といえば相手は結構対人なイメージだったの で、はい、そうだね。途中からこういう人たちがね、はい、人じゃないな、ならざるこの子たちが随分出てくるからね。狂乱モードやりますね。そうですね。これたくさんいるときにこうすると剣変えるんですよ。ほらでこれで今丸を押すと必殺技が出ます。妖精のあのシルフだっけ、風の守護の剣だね。かっこいい。かっこいい。お上手。拍手。いっぱいもろた、いっぱいもろたよ。いっぱいもろたよ。いっぱいもろたで。ここで蹴りをつけておかねばならない。セルピー喋ったで。いいね。順調に拠点兵長も倒しつつ、うん、なんかボスのとこ行きたいよね。行きたいね。なんか出現してるね後ろにね。びっくりマークのところまで走るかい。異質な木を放つトロール今日。私の指示通りに動いているのは大丈夫です。そう今回はシール家もいるからね、はい、そうですね。シール家はプレイヤブルであの魔法が使えるので、はい、ちょっと一風変わった無双体験になるんじゃないかなと思います。面白そうだな。じゃあびっくりマークのところに行きますか。バツ長押しで走れるよ。えいえいえいな長押し、うんうん、急げ急げ。ゴーレム今日を倒せ。ゴーレムがたくさんですね。ゴーレムは味方なんだね、はい、そうだね。あ、そっか、ゴーレム今日は味方か。トロールか、トロール今日か。いきますよ。いやかっこいい。超かっこいいぜ。味方を攻撃するのかい。もう今ゴーレムたち泡はわた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 わ僕たちですかいってなってたよ今。倒せたよ私ちょっと無双、私が無双モードになってめっちゃ汗だくなんだけどそうだねちょっとね私たちちょっと興奮してちょっとね興奮しすぎ、だんだん汗が出ていやー楽しい。あの竜巻強いね、はい、いやすごい。セルピー強いねやっぱり、まあセルピコも多分、はい、スピードタイプのキャラですからね。キャラクターによってやっぱりそういった違いもあるんですよね。そうですね。どう楽しいひよっち、はい、楽しい。私ちょっとあとボウガン使いたいんだけど。ボウガン使い、じゃあ最後にボウガンを明日に向かって打ってるのこれがみんなボウガンやで、これがボウガンやで、ボウガンやで、ボウガン、あのダンス制限あるからな後ろからトロールに殴られた。お疲れだよ
ここで残念なんですが、ゲームプレイの時間は終了となりました。